それではお時間となりましたので、これからエンバカデロテクノロジーズラッドスタジオ XE7 報道関係者向けの発表会を開催いたします。まずはじめにエンバカデロテクノロジーズ日本法人代表藤井よりご説明をいたします。それでは藤井さん、お願いいたします。皆様こんにちは。エンバカデロテクノロジー藤井でございます。はじめに私の方から簡単にエンバカデロの最近といったところをちょっとお話をさせていただきたいと思います。私どもエンバカデロテクノロジーズは、近年ですね、アプリケーション開発の中でもマルチデバイス対応といったところにフォーカスを当てまして、ここ数年ですね、従来の Windows に加えて Mac、 それから iOS、 Android と対応プラットフォームを広げてまいりました。この中でやはり私どもが非常にこう力を入れている部分というのは、従来の開発のやり方、Windows アプリケーション等で行われてきた開発のやり方というものをモバイルも含めて幅広い領域で適用できるようにしていくということに注力してまいりました。でこの中で2つ大きなテクノロジーがあるんですけど、1つがコンポーネント、プログラムの部品というものですね。デルファイ C++ ビルダーといったビジュアル系のこのラットツールというものは、コンポーネントという部品がございます。これをドラッグアンドドロップで開発することによってですね、非常に効率よく開発ができると。数年前の調査ですと、従来開発の5倍の生産性が上がると言われております。そしてもう一つは、私どもエンバカデロ、もともとボーランドの開発する部門でございまして、コンパイラーを作ってまいりました会社でございます。この昨今のマルチデバイス対応というところに対してですね、多くの会社が中間コードですとか、いろいろな仮想技術のようなものを使ってですね、マルチ対応ということをしておりましたけれども、私どもはやはりソフトウェア開発のテクノロジーの原点であるコンパイラ技術を研ぎ澄ますことによって、複数のデバイスに対応していこうということをやっております。これによって非常に高い性能を発揮するということを実現しております。でこの中で今回の XE7 という製品ではですね、これらが今一応ですね、 Windows、iOS、Android、Mac OS X と4つの主要プラットフォームのサポートが完了して、その次の段階へと入る製品であるというふうに言えるかと思います。でこの中でマルチデバイス開発のサポートでいろいろな諸問題が出てきております。これらにいかに対応していくかといったところが今回の新バージョンのポイントでございます。で本日の発表内容でございますけれども、ラッドスタジオ X7 のリリースの背景を私の方から説明させていただきます。でその後ですね、説明に変わりましてですね、弊社の伊賀より説明をさせていただきます。で最後にですね、新機能のデモをですね、同じく弊社の、高橋の方で説明をさせていただこうと思っております。じゃ早速私の方からリリースの背景について、説明を差し上げたいと思います。まず、モバイルデバイスの普及というのはもう、疑い余地のないところではあると思いますけれども、このモバイルデバイス、これがですね、非常に多くの企業で採用されつつある状況にあるというところなんですね。ただこの中でここに今 85% というふうに書いてありますけれども、モバイルデバイスに全部が置き換わっていくというような、何かこう非常にドラマチックなシナリオということではなくてですね、従来型のシステムのメンテナンスを引き続き行いながら新しいものを取り入れていくという、こういうスタイルというのが結構主流になってきているということでございます。で全てがこのモバイルに移行するということではないということから、やはり開発のやり方というものが今までのやり方から完全に 100% 変わるわけではないというところが実は非常に難しい部分でして、要は今までの開発のためのリソースというものをしっかり確保しながら新しいものにも対応していかなきゃいけないというところがポイントです。場合によってはこういった新しい対応がなかなか難しく、従来型のメンテナンスに多くのリソースを割いているがためにモバイルの需要をうまくキャッチアップできない企業というのも存在するというのも事実だと思います。そしてもう一つちょっとこれ気をつけなきゃいけないのは、スマートフォン、
タブレット、こういったものが、モバイルデバイスとして非常に脚光を浴びてまいりましたけれども、今もっと小型のデバイス、あるいは体に身につけるようなタイプの新しいデバイス、こういったものが登場してきております。でこれらは直接、コンピューターで、プログラミングを作るという世界ではないものもございますけれども、こうしたデバイスを、モバイルデバイスや従来の PC と連携して新しいシステムを、あるいは新しいサービスを提供していきたいという、こういう需要も存在しているわけです。でこうした中でちょっと課題について簡単に見ていきたいと思うんですけれども、まずデスクトップアプリケーションとモバイルアプリケーションを、両方とも開発をしていかなきゃならないと。でこれはですね、すでにモバイルアプリケーション開発に携わっている方の、意見なんですけれども、要は初めの開発では、当然ですね、従来型の Windows アプリケーションをモバイルに対応していくということで、それぞれ画面とかを設計をしっかりやるわけですね。しかしアプリケーションというものは一回作ってそれで終わりではなくて、当然それらをメンテナンスして、新しい要求や、ビジネスの変化に合わせて改良を進化させていかなければならないと。でその時に、Windows アプリケーションのようなデスクトップ型とモバイル型が併存共存している世界、しかもモバイルの中でも、例えば iPhone、iPad、あるいは Android の、スマートフォン、あるいはタブレットといったようないくつもの解像度、それからまあ OS 違いがある中でですね、これらを全部メンテナンスしていかなきゃいけないと考えるとですね、非常にたくさんの画面を、メンテナンスしていく、こういうまあ手間が実はかかっているということがございます。でこれらをもう少しこう効率よく一元的に管理できないだろうかと。かといってですね、この限界もやはり見えておりまして、スマートフォンはスマートフォンなりの、画面の流儀、タブレットはタブレットならの流儀、あるいは iOS と Android でも違っているという、この違いというものをやはり認めざるを得ないと。それぞれのユーザーがやはり持っているその操作性に対する考え方は違いますので、これを一元的に全く同じアプリケーションとして共通化してしまうというのは、それぞれの OS のやはり利点を失ってしまうわけですね。ですのでこれらはやはり効率的に管理していく必要があるだろうという、こういう課題になります。そしてもう一つはバックエンドのシステムとの連携ですね。企業のやはりモバイルアプリケーションの活用というところになりますと、企業のデータとつながってなんぼというところがございます。で今までやはりモバイルの導入が非常に小さい部分がありましたので、モバイル専用の例えばデータアクセスのようなもので済んでいたんですけれども、これからより大規模になってくると、企業の機関系のシステムとですね、連携するようなアプリケーションを作っていく必要があると。しかしながらモバイルアプリケーションから直に機関系システムに連携する、接続する、あるいはデータベースにアクセスするというのは、これはセキュリティ上、いろいろなコンプライアンス上も問題があるということが言えるかと思います。そして3つ目ですけれども、これは新しい考え方になるかと思いますが、IoT という言葉がございますね。モノのインターネットなどよく言われておりますけれども、これまでPC とその周辺機器に主にコンピューティング環境というものがありましたけれども、家電ですとか、あるいはまあ自動車、医療機器とかですね、あるいはいろいろなマーケティング上で使われるようなですね、小型のデバイス、こういったものがですね、登場してきております。でこれらのアプリケーション開発といいますか、ソフトウェア、ここで動くソフトウェアの開発というのは、当然そのデバイスメーカーが行っているわけですけれども、それらと連携するアプリを簡単に作りたいと。例えばいろいろな、クーポンを発行するような、そういった、ガジェットようなものが、ショップにあって、それが、スマートフォンと連携するとかですね、こういったようなことをやりたいといったときに、そのスマートフォンのアプリを、こうしたガジェットとの通信を行えるように開発していかなきゃいけないと。これやはり時間がかかってしまうと、旬なものですからなかなか難しいということがございます。そして最後にですね、PC、 それからモバイルデバイスもどんどん進化しております。特にですね、PC 系ですともうマルチコア当たり前になってきますけれども、これはスマートデバイスでもだんだんそういった形になってくる可能性があります。そうしたときに、そうした性能向上をですね、ソフトウェア側がしっかりキャッチアップして性能を発揮できるようにしてやる必要があるということが言えます。で、私どもがこの部分でですね、どこが支援できるかという、これ重要なところなんですけれども、この右側のですね、いろいろなガジェット系ですね、ここは各メーカーさんの部分だと思いますが、私はここにつながるこの
4つのプラットフォームですね、 Windows、Mac、iOS、Android、 この4つのプラットフォーム上で動くアプリを作ると、それが、まあ、例えばバックエンドのシステム、クラウドですとかデータベースにつながるシステムは作れるんですが、同時にこうしたデバイスともつながっているという新しい世界を作っていこうということです。ということで RADSTUDIO XE7 の、製品のテーマですけれども、デスクトップ PC 開発とモバイル開発を共存していこうということです。そしてモバイルとバックエンドの連携をサポートいたします。そして、IoT を実現する接続性、PC ないしはモバイルアプリケーションがこうした接続性をサポートしていくといったところが大きなテーマになってくるかと思います。で、昨日の詳細はこの後伊賀に、説明を譲りますけれども、簡単にですね、製品これからご紹介する機能がどういう、製品の、各、ラインナップの中でサポートされているかということを先にお話をしておきたいと思います。まず、製品エディション4つございます。プロフェッショナル、エンタープライズ、アルティメイト、アーキテクトとあります。上位のエディションはデータベースのいろいろな機能が入っております。で、一番ここで特にマルチデバイス関係で重要な際というのはプロフェッショナルとエンタープライズです。プロフェッショナル版はスイート製品であります RADSTUDIO すべてマルチデバイス対応になっておりますけれども、単体製品で販売しております Delphi と C++ ビルダーに関しては iOS、Android 向けのモバイル開発の機能が別売のオプションになっておりますので、ここはご注意いただければと思います。で、ここには掲載ございませんけれども、 Delphi C++ ビルダー、こちらの単体製品に関しましては Windows 向けの開発のみをサポートしている、スターターというエディションもございます。で、今回この、3製品ですね、 RADSTUDIO というスイート製品、そして単体製品であります Delphi C++ ビルダー、これらの製品ですね、9月30日までの期間限定の発売記念キャンペーンということで、ご覧のような価格での販売を行うことになっております。はい、ではですね、この後伊賀に移りますけども、最後に私どもの RADSTUDIO の製品と、もう一つアップメソッドという製品がございますので、ちょっと RADSTUDIO のお話から一旦外れてですね、アップメソッドの違いといったところを簡単に説明をしていきたいと思います。RADSTUDIO というのはコンセプト的にはデスクトップファーストと書いてございますけれども、先ほども、お話をしておりますように、従来 Windows 開発を行っていた方々がモバイルにまで拡張していくといったところをターゲットとしております。で、一方のアップメソッドはもう初めからモバイルファーストとして開発をしていくという方がメインになります。で、こうしたまあ開発の、入り方の違いはですね、実は開発プロジェクトの規模あるいは期間の違いというものによく表れております。モバイル系のメインの開発というのはやはり開発の期間は非常に短いですけれども、 Windows をはじめとした企業のシステム開発ではやはり中長期の開発が多くなっております。で、こうした中長期の開発では特定のバージョンを決めてですね、開発ツール、それからデータベース、いろいろなフレームワークも全てバージョンを決めて、そのバージョンで固定して開発をしていくというのがよくあるパターンでございます。ですのでライセンスとしては永続ライセンスということで、一つのバージョンを固定してご購入いただき、新しいバージョンに上がっていただくときにはバージョンアップ費用をお支払いいただくというようなスタイルでございます。一方アップメソッドの方は、短期的なプロジェクトが多い、それからモバイルデバイスの場合非常にこうアップデートの頻度が高いので常に最新バージョンが必要であるというような開発スタイルになります。ですので、バージョン固定というよりは、世の中の動きに合わせて常に新しいものを使っていくというようなこうした形になりますので、こちらは、年間費用をお支払いいただくような年間サブスクリプションという、ライセンスの形になっております。ですのでこの2つ、デスクトップからあるいはモバイルからというこの入り口の違いが実は、その背後にあるプロジェクトの在り方ということを考慮した、ライセンスの形態の違いということになっております。よろしいでしょうか。ではこの後伊賀の方にバトンタッチいたしまして、新機能と開発チームにおけるメリットについてお話をいたします。